皆さんこんにちは。宅建合格のための年末の過ごし方というタイトルですね、お話しさせていただきます。レック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。皆様ですね、2019年ですね、宅建試験合格に向けてそろそろやろうかな、あと2018年悔しい思いして、くそ来年は絶対とかいうね、まあそういった方がやっぱり今こちらご覧いただいてるんですよね。宅建試験という存在知らなかったり、 あとやる気がなかったらこんな動画見ませんもんね。ということは今皆さんの心の中では来年やっぱりやろう、ね、頑張ろうと、そういう心が気持ちが芽生えてるはずなんですよ。初めての方もよしやろうってなってるんですよ。思い立ったが吉日という言葉がありますが、昔のお坊さんはいいこと言いましたね。これはね本当のことです。もうやろうと思った時すぐやる、すぐやる。でも皆さん今年末どうですか？忙しいですよね。師走師も走るというね、その忙しいんですよみんな。でクリスマス、街はねクリスマスムードですね。チャンチャンチャンみたいな感じでね、でライトアップとかされていい調子ですよね。もうね勉強どころじゃないと、じゃあ来年になってからやろうって大体なってるんですよね。いやこれね、年末の過ごし方ってやる気はしないと思うんですよ。で例えば今年悔しい思い、2018年悔しい思いしたなんて方はすぐには復帰できないのが普通です。勉強不足だったな、反省してやろうっていうね、あんまりなんか努力できなかったってなるとちょっと頑張ろうって次になるんですけど、本気で頑張るともう燃え尽きてるんですよ。もう灰になってるんですよ今。だからいやーすぐになんか復帰はできないのが当たり前です。だけどちょっとでもなんか気になるからこの動画見ちゃったんですよね。見たからにはやりましょうよ。要は何が言いたいかというと、もう、ね、やろうと、リベンジしようと思ったらすぐ、で来年受ける新規の方もすぐ、もうやろうと思った時にやる、これがね大事です。でちなみにね、年内この講座年内から勉強できるよっていうね、その申し込み期間が多分テロップに出れますからね、それ見ていただいてね、もう皆さんお申し込みくださいよ。でね、もしやらないとどうなるかなんですけど、もちろんね年明けからやろうで本格的にやろうっていう方も多いでしょうね。それか年度末、だいたい特に賃貸の仲介とか3月とかね、2月3月すげえんですよ。明けてからやろうとかね、そういうふうに、まあいずれやろうっていうふうになってる方、まあだいたい人間そうなっちゃうんですよ。もう今申し込んだとしてもだいたいそんな感じになっちゃったりはするんだけど、全然違うんです。意識持つのと、まあ先でいいやって。これ例えばですよ、年末何もしなかったらまずクリスマスでも大はしゃぎですよね。でもクリスマス終わったら今度正月ですよね。で正月ね、除夜の鐘っつうのがね、あれがなかなかミソでね、除夜の鐘って煩悩をこうボーンと108つこう、人間には煩悩がある、私もっとあるような気、自分もっとあるような気がするんですけど、まあ、108つ聞くんですね。忘れるんですよね煩悩ね。煩悩忘れないですけど忘れます。宅建業法、要するに例えば今年受けた方なんて、もうね、例えば35条書面10節あるじゃないですか、もうテレビ見てて紅白あって、また来年ボーンってなるじゃないですか。雪がシャンシャンって降ってて、ボーンってなった瞬間、37度でボーン、35度バーン、ボーンって、もうどん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 ね、もう除夜の鐘とともに知識が消えていくんですよ。そう、年末年始何にもやんないで餅しか食ってないと、もうね、どんどん忘れていくんですね。これ早くやり始めると忘れる度合いって人間少なくなるんです。勉強がっつりなんてできません。忙しいし、年末はやらなきゃいけないこといっぱいあるんでね、大掃除だなんだってね、いや、やってられませんってんだもん。だけどやらなきゃってなって、ちょっとでも勉強触れてんのと全然触れないんじゃ、このね、忘れる忘却度が全然違うんです。もう何にもやらないでやって、例えば年越すじゃないですか。そうなると、まあ年越すとね、まあ大体1月もそうですが、2月は暇なかったんですけど、まあ寒いからとか言ってやんねんですよ。で、まあ3月になるとなんかこうひな祭りとかね、また浮かれた感じでね、で4月になってから、新年度明けてから新たな気持ちでとかなるじゃないですか。ところが4月になるとね、新年度で新入社員とかが入ってきて、フレッシュな感じでなんかこうなんかワクワクしちゃうんですよね。でじゃあゴールデンウィークあたりまでまだいいかっつって、ゴールデンウィークすげえなんか長い休みがありそうじゃないですか、2019。そうするとゴールデンウィーク旅行から帰ってきてやろうとか思ってきて、旅行から帰ってくるけど、旅行から帰ってくるとその旅行の要因でね、全然勉強手つかないんですよ。じゃあやろうってなるとね、そろそろ願書配布が始まってるんですね。しまったーと、だいたいこんなパターンで何年もやってるベテラン選手が宅建試験には多いんですよ。まあそういう方のことをベテラン、ベテランというのはやっぱり経験もね、そういうのもあって、こう尊敬するため、尊敬する言葉でベテランって使うんですけど、宅建試験のベテランははっきり言いましょう、
尊敬できないです、されないです、宅建試験受かるよすぐと、最近本当一発合格ってなかなか大変になってきました。やっぱり難しい試験なんで。でも本気でやって1回目あ悔しい思いになっても2度目わかりますよ。でも運が悪い人もいるんですよね。その体調が本当に悪くなっちゃったりとか、このなんですか、問題の感性が全然合わなかったとかね、本当に舞い上がっちゃってどうしようもないっていう。でもね、1回失敗すると2回目うまくいく。でもそれでもうまくいかないけども、まあなんていうんですかね、3度ですね。本気でやって3度ですよ、で本気で本当やってるのかって自分は見つめてほしいんですよね、自分をね。それでやっていかないってことはないはずだし、もし受かんないとちょっとなんか合わないのかなっていうところもありますが、そうじゃなければね、宅建試験は受かると決めれば絶対合格できるんで、ただ一発ってなかなか難しいんで、だからそのためにも、もし2018年詳しい思いした、はい、絶対来年やったろうと思ったら、まあ、早く始めてください。早く始めることによってやろうと、教材申し込んだだけじゃねえ、そしてじゃあやる気ないんでしょうけどね、やる気始まんないでしょうけどね、でもそれだけでもね、全然やらなきゃというね、その忘れる度合いがね、減るのはこれ間違いないんでね、だからクリスマスプレゼントね、サンタさん、レックの通信教材お願いしますとかお願いするといいですね、もしかしてサンタ持ってくるかもしれませんからね、だから、まあ、プレゼントにお年玉にレックの通信教材いかがでしょうかという、まあ、宣伝のためにやったということです。だからまあ年末の過ごし方は、まあ、ゆっくりすりゃいいんですけどね、そのゆっくりしてる中でも宅建試験合格するんだという気持ちどっかに残しておく、まあ、そのためには早く着手するのは大事じゃないでしょうか。以上でございます。じゃあ頑張ってください。